もう油ごといきましょう。ツナの油ってね、すっごく美味しい、ね、思ってる3倍入れていいっす。どうも、リュウジのお兄さん、リオルです。今回はですね、夏もっこりということで、夏に食べたい野菜第5位ぐらい、多分5位ぐらいだと思う。ズッキーニ。ズッキーニって実は僕の子供の頃とか売ってなかったんですよね。超おしゃれ野菜で、で最近はどこのスーパーにもあるじゃないですか。食べ方って意外と皆さん知らなかったりすると思うんですけども、大体の方が炒めたり茹でたりっていう風な感じで使うんじゃないかな。で今回はですね、一番簡単で一番うまいやり方、無限ズッキーニ。無限つけとけばいいって思ってるんだ僕はね。でもこれがね、本当に無限でいけるんですよ。なんで今回は無限ズッキーニ、無限にパクパクいけるように調理していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきたいと思います。まあ材料紹介って言ってもズッキーニですよね。あとツナ缶。ツナ缶なんですけども、僕はね、あのシーチキンのエルフレークで、はい、あのマイルドとかもあるんですけども、エルフレークはマグロなんで、僕はマグロを使います。はい、あともうそんなもん、もうね、あのズッキーニはね、こういうシンプルなのが一番。じゃあやっていきます。はい、ということでですね、無限ズッキーニを作るために何が必要かって言ったら、やっぱりね、無限ハイボールだと思うんで、もう無限ハイボールします。せっかくだから、ノーベイグラスで。はい、で氷を適用です。今日はね、やれる日なんでいいっすね。はい、はい、じゃあ乾杯。乾杯。じゃあ今日は撮影頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、ということでやっていきます。もう早速やっていきたいと思いますね。こいつをね、切っていきます。もうね、切るのはね、僕のやり方なんですけども、あのこう薄切り、はい、こんな感じですね。あとあえるだけだから、あえていきます。これからあえていくんですけども、あのまずね、茹でないのがみたいな感じがあると思うんですけども、ズッキーニって生で食えるんですよ。生でめっちゃ美味しいの。もうこれに塩だけでも全然いける。天然のチップス、これめっちゃうまいですから。でこれをこうね、まあ入れていくわけですよ。でここにお塩 3分の1ぐらい、ね、これぐらい、ね、まあ振りましょう。でツナ缶、これね、あの前はね、僕ね、ツナのね、あの油捨ててたんですけど、今回ね、結構ね、これツナの油ってうまみがたっぷり入ってるんですよね。なんでこれはね、使っていく。今回はもう油ごといきましょう。ツナの油ってね、すっごく美味しい、ね、でこれ入れるじゃないですか。そしたら味の素ね、12345振り。でこれでね、結構お塩入ってるじゃないですか。塩の角も取れるんですよね。でね、もうよく和えていく。でこのまますぐ食べてもいいし、ちょっと置いておくと、あのこのお塩の浸透圧でね、ズッキーニがちょっとしなってくるんですね。それもまた美味しい。ちょっと待って、黒胡椒忘れた、ね、思ってる3倍入れていいっす。あ、これはあの個人差ありますからね、はい、これがうまいんですよこれ。あ、そしてまた忘れてた、ごま油ね、小さじ1杯ぐらいでいい。あのツナ缶の油も入ってるんで、ただね、ごま油の、この香ばしい香りっていうのも入れたいんで、小さじ1杯だけ入れてください。これですよ、これがもう無限にいける、無限ズッキーニ。これね、食べたらもう病みつきですよこれ。じゃあ盛り付けです。これね、もう少し置くともっとしなっとしてくる。これがね、ツナの旨味ものってね、もう非常に美味しい。かわいい。で、ちょっとパラパラパラリとちょっと黒胡椒もかけると、これサムネ映えするんでね、サムネ映えさせましょう。はい、はい、ということで僕の今日のおつまみが完成です。できましたので食べていきたいと思います。いただきます。あー、つまみでしょこれは。じゃあいただきます。うん、うまこれ、めっちゃうまい。俺ね、ズッキーニいろんなやり方で食べたけど、これね、かなり上位ですね。ツナのうまみを染みてて、ちょっとなってもらっていいですか。絶対合うこれ。あー、もう夏だね。はい、いただきます。レモンの酸味が来るとさらに無限ですね。ズッキーニとレモンがほんと合うね。ずっとそばに置いときたい。もう飲み会中ずっといてほしい。ツナの旨味も加わってるし、やっぱね、味の素の旨味もね、効いてます。これは本当に食感ですよ。キュウリ系のつまみ好きなら絶対好きなんで、
やってほしいですね、これね。じゃあ、ということで、達也、はい、じゃあ乾杯。はい、いただきます。はい、うまっ、超爽やか。うん、外で食いたくない？うん、ビアガーデンで食い、うん、ビアガーデンで食いたいんだ、これね。ビアガーデンとかでこう、さっぱりね。そう、置いときたい感じでしょ。うん、無限にいけるね。これ無限でしょ。うん、これ無限なのよ。キュウリとは違うこの食感、マジでうまい。うまいでしょ。よし、えい。ということで、今回の無限ズッキーニいかがでしょう、でしょうか。レモン汁なくても美味しいは美味しいんだけど、この時期はレモン絞った方が絶対うまいと思う。ということで、皆さん、いい夏を。あんまりズッキーニ食べたことそんなないんですよ。お母さんズッキーニやらなそうだもんね。多分出てきたって一回もない。キュウリはいっぱいやるのに、ね、キュウリいっぱいやるの、ね、はい、じゃあこれも、じゃあお母さんに教えてあげてください、これは。あ、じゃあ、お願いします。